電気代の請求が来てたんだけどね。今月もうまたなのよ。え？また？いくらだったんだ？また5万だった。おかしいよね。おかしいよ。急に電気代が毎月5万になるなんて。しかもこの間それに気づいてからエアコンも節約モードにしてるし、そんなに使ってないはずなのに。それに、うちの家族3人で5万円なんて、普通そんな金額ありえないわよね。どうしてこうなってるんだろう。電気会社に問い合わせたんだよね。あっちのミスではなかったんだろう。何か教えてくれなかったの？何も。ミスとかでもないってさ。桁がずれてるんじゃないかと思ったけど、そういうことでもなかったみたい。前回はただ単に使ってる量が増えてるって言われたし、あんまり相手にしてくれなかったんだけどね。でも、今回は漏電とかの心配もあるから、一度見に来てくれるって。それならよかった。俺たちの使った分は仕方ないにしても、高すぎるよな。5万円なんて使う人いるのか？家族でさ。オール電化でもないのに。調べてもらって、また確認するしかないよね。原因が早くわかるといいんだけどね。美代子さん、ちょっといいですか？何？美代子さんのお店の電気配線、うちに繋がってるみたいなんですけど。何かの間違いですか？もしかして、自分の家の配線だと思ってたんですかね。隠されてたみたいなんですけど、何か知ってますか？それがどうかしたの？え？どうかしたって、何が問題なの？それくらい良くない？ちょっと待ってください。じゃあ、知ってたんですか？知ってて、もしかして、わざとですか？だったら何よ、ダメだった？え？うちの電気を使ってるって分かってて、盗んでたってことですよね。どうしてそんなことしたの？うちらママ友でしょ？何がダメだった？いや、ちょっと待って。これって犯罪だよ。うちの電気盗んで自分の店で使ってたんですよね。うちの電気代が急に爆上がりして何があったのかと思ってたら、隣の熱帯魚店経営のママ友が盗んでいたなんて。盗んでたとか大げさすぎ。私はちょっと使わせてもらってただけだけど。なんでそんな大げさなことになるのよ。ちょっとって、うちの家庭で使うより10倍近くかかってるんですよ。熱帯魚の維持費って想像以上にかかるのよね。だから、これからもよろしくね。何言ってるんですか？今まで自分が勝手に使ってたことに悪びれもせず、これからも使わせろと頼んでくるなんて、非常識にも程があるんじゃないですか？非常識って何よ。言い過ぎでしょ？うち電気代高いし、ちょっとくらい協力してよ。ママ友なんだからそれくらいできないの？できませんよ。なんでうちが美代子さんのお店のために5万も電気代を払わなきゃいけないのよ。おかしいと思わないの？ちょっと高いくらいでしょ？今まで気づいてなかったんだから別にいいでしょ。このままよろしくね。いや、だからよろしくじゃないって。もう分かったんだからやめてください。やめてって頼んでるの、わからない？なんで？なんでって、迷惑だからに決まってるでしょう。迷惑だし、非常識です。今すぐにやめて、今までの電気代も返してください。請求しますから。へえ、だってお宅の電気代と合算なわけでしょ？じゃあどうしようもなくない？いくらかかってるのかわからないし。その前の月までの分と比較して、出てる分を返金してくれたらいいだけ。少し少なめでもいいけど、返金してください。それで、今すぐ接続外してくれる？うちは高級な魚も扱ってるのよ。電気の供給を止めることで、魚に何かあったらどうするの？サエコさんに責任取れるの？いや、なんで私が責任を取らなきゃいけないのよ。むしろうちの電気につないだ時は電気一旦止まってるはずでしょ？あの時も大変だったわ。予備電源に一時的につないだりして大変だったのよ。だからもうやりたくないの。そんなの、わがままだよね。こっちの話ちゃんと聞いてる？迷惑だし、犯罪なんだよ。もういいじゃない。今日はこれくらいにしておこう。はあ？もう今すぐに切ってくださいよ。困るんですけど、話聞いてるの？ちょっと美代子さん。無視？美代子さん、なんだって？今、無視されてる。え？どういうこと？知ってたみたい。わざとだったんだと思う。
なんだよそれ。そんな人いるのか。わざと他人の家から電気を盗もうとしたってこと？というか、結果的に盗んでたけど。そうだよ。信じられない。困るからやめてって言ったのに、電気を一時的にも止めるのが嫌だからって。どうしたらいいんだろう。そんなのあっちの都合だろう。俺たちは自分たちの権利を主張するまでだよ。自分たちの権利ね。そうだよね。あっちにはもうこれ以上好き勝手やらせない。俺を怒らせたんだから、もう終わりだな。え？あっち？おはよう。今日も暑くなりそうね。昨日も熱帯夜だったもんね。昨日は無視しちゃってごめんね。ちょっとめんどくさかったから。そこはやたらと正直なんですね。めんどくさかったならもう連絡してこなくていいんですよ。なによ、サエコさんそんなに拗ねないでよ。まだ怒ってるの？お宅から勝手に電気もらってたのは謝るわよ。うち熱帯魚屋だから電気代すごいの。多めに見てね。電気止めといたよ。え？魚が！って、もちろん冗談だよね。サエコさん面白い。冗談じゃないけど。え？昨日はなんだかんだと理由つけて言い訳してたけど、これ実際犯罪だからね。電気会社にも連絡して、警察にも被害届出すつもりだけど、速攻で電気盗んでいた配線を断線しておいたよ。はぁ？ちょっと冗談でしょ？ふざけるなよ！いつ断線したの？昨日の夜だけど。ありえない！今すぐそっち行くからな！勝手にどうぞ。魚ちゃんたち無事だといいね。無事なわけないでしょ？訴えてやる！訴える？なんで？熱帯魚の制御装置が止まって魚全滅だろうし、こんなの絶対許さないから。あんたのせいでうちの仕事は台無しだよ。訴えてやる。賠償金も請求するからね。勝手にすれば、もちろん受けて立つわよ。というか、こっちも訴えるつもりだったしちょうどいいね。え？訴える？なんでよ。あんたは勝手にブチ切れてきてますけどね。逆に窃盗罪で訴えてやるわよ。え？窃盗罪？窃盗罪って何よ？私が何を盗んだって言うの？電気でしょ、明らかに。いや、電気くらい盗んで何が悪いのよ。むしろ、ちょっと借りてただけだし。借りてた？じゃあ返してもらうわよ。これまで急に電気代が値上がりしてからの分、合計してたら30万以上だったわよ。え？ 30 万？それをきちんと清算してくれるなら、被害届を出すのはやめるかもしれないけどね。30万って、ふざけてるの？なんでママ友にちょっと電気借りただけで、そんな大金払わなきゃいけないのよ。こっちだって、アロワナとか高級魚もいるんだからね。莫大な損害よ。その分賠償金請求してやる。すれば？私たちが何も悪いことしてないのは法的にも証明されるだろうしね。はぁ？何が言いたいのよ。あなたはいろいろ言ってるけどさ、こっちからしたら自分の家のコンセント抜いただけなのよ。外に繋いでいたところを勝手に延長コードつけられて、あんたの店に繋がれてたんだけどさ。そんなの知るかよ。こっちは迷惑行為を今までもずっと受けてきたの。あんたのところの損害とか知らないよ。自分で他人に迷惑をかけたツケが回ってきたんでしょ？そこまで言うなんて、ひどい。私はママ友だから信じてたのに。はぁ？信じてたって何よ？意味不明なんですが、信じられても困るし、ただの犯罪行為だよ。迷惑だし非常識だし、そもそも犯罪。ふざけるのもいい加減にしろ。そこまで言わなくていいでしょ？私たち友達なんだからさ。うちも大打撃を受けたわけだし、今までの電気代はなかったことにするってことで、それでいいんじゃないかな。え？何が？え？いいわけないでしょう。今までの電気代はもちろん私から請求させてもらいます。なんで？こっちはもうアロワナちゃんたちが全滅して、今後営業中止になっちゃうんだよ。相当なダメージなのよ。それもこれも全部サエコさんがコンセント抜いたせいよ。あなたには人の心なんてものはないの？そもそも他人の家の電気に大事な商品の命を預けるなんて、自分がおかしいんじゃないの？え？いや、おかしいは言い過ぎじゃない？私そんなに悪いことしてないでしょ？
私のせいでも旦那のせいでもない、自分の浅はかな考えのせいだと思います。少しは反省して今後どうするか考えた方がいいんじゃない？わかったわよ。あなたの言うことも少しは正しいかもしれないわ。それじゃあ反省しました。これでいいでしょ？反省したんだから許しなさい。いや、許すとか許さないとかじゃないから。お金は別の話、ちゃんと払ってもらいますよ。いや、本当に無理だって。そうですか、わかりました。じゃあ警察に説明してくださいね。え？警察？もう被害届出すように夫に頼んだから、警察に被害届を出しに行ってもらいました。待って、そんなことしたら大変なことになる。旦那にもバレちゃうじゃないの。え？旦那さん知らなかったんだ。嫁がこんな犯罪を犯してるなんて、旦那さんもショックだろうね。でも仕方ないよね。これが事実だし、あなたのやったことなんだから。お願いします。許してください。30万はいずれ返しますから。もう遅いです。あなたは最後のチャンスを失ったんですよ。残念ながら、あとは司法の判断に任せようと思います。待って、紗恵子さん。私たち、友達でしょ？許し合うのが大事だと思わない？私も、あなたがコンセント抜いたの許してあげるから。いや、別に私は許してもらわなくてもいいんだけど。それじゃ、あとは警察と話してくださいね。私にはもう言うことはないから。犯罪者は、罪を償え。結局、紗恵子さんは美代子さんに泣きつかれましたが、完全に無視。被害届を提出されてしまって絶望したのだとか。美代子さんは旦那さんに全てバレてしまい、大激怒された挙句に、損害は全て美代子さんの責任だということになり、家を追い出されて、自分で働いて返すように言われたのだそうです。美代子さんは自分の自己中な考えの行動のせいで、結果的に全てを失うことになったようですね。紗恵子さんは、無事に電気代を請求し、支払ってもらうことができ、美代子さんの店は結局廃業に。今後は面倒なご近所さんに絡まれることもなくなると、ほっとしているんだそうですよ。電気代がきちんと支払われて、よかったですね。